サンティーノ・マレラ、サンティーノ・マレラ、サンチノ・マーラの、リングネームで知られるアンソニー・カレディ、アンソニー・コレディ、1974年3月14日帯は、カナダの元プロレスラー、オンタリオ州、ミシサが出身、イタリア系カナダ人。WWE 所属、イタリアのルーツを強調しステレオティピカルな、イタリアなまりの英語で観客を煽るマイクパフォーマンスが、特徴。 2004年には、ジョー・バスコとして、格闘探偵団バトラーツに所属。2005年7月に、WWE の下部組織、オーベに入る。その後、オーベにて TV 王座を獲得するなど活躍。2007年4月16日に行われた、RAW 初のイタリア大会で、一般客の中からビンスマク・マホンに、馬がの持つ。 IC 王座挑戦者に指名されるというアングルでデビュー。馬川は撤減していたとはいえ、マレラに押されていた。それを見かねたビンスが、ノーホールズバードマッチに変更し不利に立たされたが、ボビーラシュリーの介入によりデビュー戦を折りで飾り、IC 王座までも獲得した。しかし、ベンジェンスで馬賀に王座を奪われてしまう。その後、マリアに、べったりのうざったい存在で、ヒールターンし、 マリアと仲良くしているロン・シモンズと交渉。ストーン・コールド・スティーブ・オースチンにもちょっかいを出し、ボコボコに入れたり、ビール付けにされたり、コミカルなヒールとして活動する。RAW15 周年記念大会では人よ、限りの登場をしたロブ・バンダムに数秒で敗退した。2007年12月頃から、カリートとマニートという異色国際タッグを組み、 共に2008年1月のロイヤルランブルへと出場を果たした。レッスルマニアに向けて彼女であるマリアがプレボのカバーガールを務めることになり、それにも反対し妨害行為を行うようになる。レッスルメイニア育種部当日では WWE のディーバ全員にボコボコにされるという情けない役を務めた。またその前日の WWE 電動入り式典では コンダクターとして参加していたザ・ロックにいじられるという非常に美味しい役回りを受ける。カリートが同年6月の追加ドラフトでスマックダウンに移籍したため、再びシングルプレイヤーとなったが、怪力ディーバのベスフェニックスと男女タッグを組み始めた。その後自身にとって初のサマースラムへの出場が決定する。ベスフェニックスと組んでミッキー・ジェームス、 コフィ・キングストン組と対戦する、当時ジェームスが WWE 女子王者、キングストンが i c 王者であり、ベス、マレラいずれかが、フォールカウントで勝利を収めれば、両者のタイトルがおののに与えられるというもの。ベス・フェニックスがジェームスをフォールしたことにより、マレラ、フェニックス組が勝利。マレラが i c o 王座を、フェニックスが WWE 女子王座を、 それぞれ二度目の同タイトルを獲得した。その後は、史上最長の IC 王座保持を宣言、毎週のように本家メーター、史上最長王座保持者のホンキートンクマンの在位期間64週と、自分の在位期間を示すメーターを出し、あと何週間の防衛で俺は、史上最長の IC 王者だ。と行きまくパフォーマンスを行い、サイバーサンデーにおいてはホンキートンクマン本人にも、勝利。 勢いを感じさせたが、11月の英国工業において、ウィリアムリーガルに瞬殺され、i c o 王座から転落した。その後も i c o 王座 DVD には、出演時間0秒、新王者リーガルへの対戦権をかけたトーナメントにも、エントリーされずと、人気もタイトルも手にした、ベスのお荷物キャラと化していった。1月25日に開催された、 ロイヤル・ランブルのランブル戦では28番手で出場するが入場した瞬間経緯に落とされる。昨年の自身の試合時間25秒を大幅に上回るこのわずか1.9秒の入り退場は第2回大会のザ・ウォー・ロード試合時間2秒を破って大会史上最速記録となった。3月の RAW でレッセルメイニア XXV で開催が決まっていたディーバ25人、バトルロイヤルに出場すると言い出し、一旦は阻まれたものの、4月の本番では女装、自称、双子の妹、サンティーナにして参加し優勝。ミスレッスルマニアの座をもぎ取ってしまった。その後はベビーターンして活動。妹のサンティーナは、ビッキー・ゲレロとミスレッスルマニアの座をめぐる構想を繰り広げたが、 6月1日だけオーナーを務めたドナルド・トランプに解雇された。もちろん、マレラ本人は解雇されていない。なお、解雇を告げられたサンティーナが会場から走り去っていくのをマレラが見送って何ということだ。妹が解雇されてしまったと呟くという編集がなされていたことから脚本上は別人説だった模様。その後はリングにはあまり上がらず、バックステージで ゲストホストとコミカルな芝居を繰り広げることが多い。1月の ECW でワシントン賞の代役ホストを務め、ゲストのウラジミール・コズロフにタッグを組もうとさりげなく、持ちかけるが断られてしまう。諦めずに5月20日放送の WWE スーパースターズで、コズロフとの試合前に、俺たちは二人ともマーシャルアーツの達人だ。タッグを組もう。 俺たちは変わることができるんだと4分以上の演説を行い再びタック結成を持ちかけるも失敗する。試合自体はアイアンカーテンを見舞われて37秒で敗れている。その後はコズロフとの交想が組まれ6月14日放送の RAW でダンスで対決するも敗れる。その直後コズロフにダンスに誘われたことから勧誘に成功したと思い込み、 コズロフに飛びついて、抱きつことした瞬間にヘッドバットで、KO される。6月28日放送の RAW では、通常形式で対戦するも、またしてもアイアンカーテンで破れる。さらに試合後に乱入してきた、ウィリアム・リーガルに暴行を受けていたところ、退場したはずのコズロフが、リングに戻って、リーガルを追い払い、ようやくタッグ結成に成功した形となった。その後は、 コズロフとのタッグで活動し、9月19日のナイトオブチャンピオンズでは、コズロフと共にターモイル式タッグ王座戦に出場したが J ウソジミーウソに敗れて脱落した。しかし、10月11日放送の RAW で行われたブラッキングライツでの RAWVS スマックダウンエリミネーションマッチの RAW 代表戦法試合でザックライダーを コブラ一発で倒して RAW 代表に選出れる。エリミネーションマッチ本番では両軍14人中1番にホールされて退場となってしまったが、その翌日の RAW でジョン・モリソンの乱入があったものの、シェーマスからピンホールを奪った。12月6日放送の RAW でコズロフとターモイルマッチによる WWE トック王座戦に挑戦し、 ジョンシナの介入に助けられ、王座を奪取した。ロイヤルランブルに出場。場外に出されるが、トップロープ場からではなかったので失格にならず最後の二人になるまで気絶していた。アルベルト・デルリオに必殺技のコブラを当てるが、結局ギリギリのところでエリミネートされ優勝を逃している。その後、WWE タッグ王座戦をめぐって、ザ・コアと抗争。二月二十日の WWE エリミネーションチェンバーで、ジャスティン・ガブリエルキース・スレーター組に敗れて王座から転落した。その後も構想は続き、レッスルマニア・イクスバイでは、ビッグ・ショー、ケイン、コフィ・キングストンとチームを結成し、ザ・コアの4人と対戦、スレーターに自身のコブラを浴びせ、さらにビッグ・ショーのノックアウトパンチというコンボで勝利を果たした。なお、コズロフは、 レッスルマニアアクセスでザコアに襲われて負傷したという脚本のため欠場している。2月19日の WWE エリミネーションチェンバーで世界ヘビー級をかけたチェンバー戦に初めて出場した。これは本来ランディ・オートンが出場する予定であったが前日の RAW にて脳震盪を起こしたため欠場。スマックダウンで出場者決定バトルロイヤルを行い。 我らが出場権を勝ち取った。チェンバー戦は最後の二人まで残り、代役とはいえ十分役割を果たした。3月5日の RAW では、US 選手権試合でジャック・スワガーに挑戦し、勝利、自身初の US 王座に輝いた。その年のサマースラムの事前番組にて、アントニオ・セザーロに敗れ王座陥落。何度か再挑戦したが、奪還ならず。 その後ザック、ライガーとクミタック王者挑戦者、決定戦トーナメントに参加し、準決勝進出。年最後のスマックダウンでくじ引きにより、ビッグ、ショートの世界王座戦の権利が与えられたが、シェーマスの必殺技、ブローグキックを伝授してもらっている最中に、足の筋を痛め、ギーミック、戦えずに終わった。首を負傷して欠場したが、ロイヤルランブルに登場。 コブラで周囲の敵を脅かすが、一番目に敗退。レッスルマニア明け頃に再度復帰し数試合を行うも、再び登場しなくなり、9月頃に再度復帰。グレート、カリヤホーンスワグルと行動を共にして活動。また国境であるカナダに、念願であったプロレスと総合格闘技の道場、バトルアーツアカデミーを設立。コーチとして、過去に参戦していた。 格闘探偵団バトラーツの代表であった石川武式を兵した。その後、ディーバのエマとエマレラを結成、不器用な恋愛ストーリーを繰り広げつつファンダンゴラと一心一体の構想を繰り広げたが、7月6日のライブイベント中に首の状態の悪さなどの理で現役引退を引退することを発表。その後は前述の道場の運営をしていくという。 その後は、たびたびゲストで出演し、引退後も契約は続いていたが2016年5月6日、WWE から解雇される。W. ウラジミール・コーズロフ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。